皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村大将です。どうも。今日はですね、タイトルにもあります通りですね、テイスティングの技術をちょっと向上させるようなね、ツールがありますので、まあそちらを紹介していきます。僕がですね、昔ウイスキーのテイスティングっていうものを勉強しているときにですね、まあ使ったものがありまして、まあそれがワイン用のアロマキットだったんですよね。アロマキットって何なのかっていうと、ワインにもまあいろんな香りの成分があるわけですよ。まあ、例えばこう、ウイスキーで言うと、まあ、ピートがあるとか、柑橘があるとか、ミントがあるとか、まあ、フローラルな成分があるとか、まあ、いろんなこう、まあ、テイスティングコメントで書かれるような香りの成分が、いっぱいこう、ワインの中にも入ってるわけですよね。で、その、まあ、一個一個の香りの成分の、まあ、香りのサンプルっていうのが、入っているアロマキットっていうのがあるんですよね。まあ、アロマオイルなんですね、中身は。っていうキットがあって、まあ、それ全部ワイン用だったんですよ、それは。だからワイン用になってるんですけど、まあ、香りのね、サンプルとして、自分で昔買ってですね、ウイスキー飲みながらこう、香りをね、嗅いで、あ、これはこの香りに近いなとかね、やってたんですが、最近ですね、僕がネットサーフィンをね、していたら、なんとウイスキー用の、テイスティング用のね、香りのアロマサンプルのキットっていうのが、出てまして、まあ、なんとね、2年前にはもう発売されてたみたいです。僕ね、もう買っちゃいました。いらないけどね。というわけでね、まあ、早速、見せてみましょう。こちらですね、ウイスキーのポットスチルの絵が入っていて、88って数字が書いてますけど、ウイスキーの香りのサンプルのキットになります。中身開けていきましょう。中身を開けるとですね、こんな感じになってます。なんかすごい豪華ですよね。すごくないですかこれ。まあこれですね、88って数字書いてあった通り、88種類の香りのサンプルがここにあります。こういう感じで、まあ一個のちっちゃいサンプルで、まあ開けるとね、香りが嗅げるんですけど、まあウイスキーのね、構成する、まあ主要な香り、88種類がここにあります。例えばこう、アウトベックを初めて飲みます。で、自分でこうやってコメント書くじゃないですか。で、その後に、この香りのサンプルを使いながら確かめていく。みたいな使い方もできます。し、知らない香りってあるじゃないですか。そういうものをここで嗅いで、あ、これはこういう香りなんだっていうのを勉強することができるキットですね。まあ、一個注意点としては、アロマオイルなので、まあかなりね、香りは似てるんですけど、本物の香りではないので、例えば、まあレモンのね、アロマオイル、まあレモン入れしますけど、でも本物のレモンは違うとか、例えばレモンも産地によって違うとか、品種によって違うとかっていうのがあったりするんで、まあそこら辺とかね、ほんと細かくやろうと思うと、こういうのじゃダメなんですけど、まあこれから初めてその、ウイスキーのテイスティングの勉強をしたいとか、テイスティングの正確さを出していきたいとか、って方にはね、かなりおすすめのキットかなと思います。あ、ちなみにこれね、Amazon で買いました。まあ概要欄貼っときます、Amazon のリンク。中にですね、まずこういう、まあ、フレーバーホイールって言われるやつですね。こちら。これみんな見たことありますかね？フレーバーホイールって。こういう感じのフレーバーホイールっていうのがね。まあこういうのを見ながらテイスティングコメントを書くとね、最初はすごくやりやすいと思います。まあ慣れるまではこういうね、フレーバーホイールを見て、あ、これはこの香りだな、どこだな、みたいなのに探していくっていうのがね、やりやすいです。初心者の方はね、フレーバーホイール持っとくと結構便利です。と、説明書みたいなやつ。一応ここにアロマリストっていうのが、入ってる88本のね、アロマの種類が何なのかっていうのね。これ全部番号で管理されてます。と、全然意味わかんない変な、こういうボードゲームみたいなのも入ってるんですけど、まあこれは置いときましょう。と、あとね、この88個の香りのね、こういう写真、何の香りですよっていうのがね、こう、入ってます。まあこれがね、中に入ってるものですね。昔はね、ウイスキー版じゃなくてワイン版でやってたんですよね。まあワイン版しかね、なかったんでね、当時は。今、ウイスキー版があるっていうことでね。いや、いい時代になりましたよ。これを使って、ウイスキーの勉強っていうのをね、していくと、結構ね、やりやすくなるかなと思います。まあ、テイスティングコメントをね、書きやすくはなると思います。まあ、ただね、ほんとさっきも言いましたけど、あくまでアロマなので、本物ではないんで。本物の香りは本物でしかわかんないんで。まあ、そこら辺はね、実際経験値が必要だったりしますね。だから、いろんなものをね、食べた方がいいです。例えばね、マンゴーでも、スーパーに売ってるマンゴーと、千匹屋で売ってるマンゴーはね、全然別物なんですよね。っていうのもあるんで、それも結構テイスティングコメントにね、反映できたりするんで。だからほんとね、いろんな安いやつから高いやつまで、売れてないものから売れてるものだったりとかね、いろんなものはね、口にしておいた方がまあいいと思いますが、まあ実際正直ね、難しい話でもなってくるんでね、こういうのもね、結構便利ですよ。これがじゃあどうなってみましょうか。フルーティーでもシトラス系とか、トロピカルフルーツ系、梨系、まあ、カクカ類、まあ、ベリー系、ドライフルーツとかで結構分かれてるんですよね。フルーツだけで23種類あります。で、次フローラル系、お花とかですね、6種類。ハーブが7種類。まあ、ミントとかするんですよね。あと、ま、干し草も含めたら、あともう8種類か。で、まあ、穀類、ね、穀物類っていうのが8種類。酵母由来が3種類。テールの交流のところに出てくるような香りが6種類。ピート由来なものが14種類。
で、樽熟成による香味っていうのが、ナッツ系が 1,2,3,4,5,6,7 種類。で、森林系、まあ、木っぽい感じですね。が4種類。スパイス系が7種類。で、まあ、ワイン系が、まあ、シェリーとマデイラの香りで、まあ、2種類。で、計88種類になりますね。すごいですね。グアバとかもね、ありますし。まあ、でもよく出てくるね。まあ、レモン、ライムだったり、オレンジとかグレープフルーツ。まあ、メロン、マンゴー、バナナ、パイナップル、パッションフルーツ。まあ、洋梨、青リンゴ。まあ、普通のリンゴも。で、桃とか、プラム、ベリー、まあ、カシス。まあ、あと、ドライプルーン、ドライアプリコットっていうフルーツ。まあ、よく出てくるようなものがいっぱい入ってますね。まあ、他にもね、たくさん入ってます。他にも、まあ、フローラル系、まあ、バラとかね、ヘザー、まあ、ゼラニウム、ラベンダー、スミレ、オレンジの花、ハートとかもね、芝生、シダとかもありますしね。まあ、ミントはもちろん、ユーカリとかね。で、こうね、カシスの葉とか、白芯族のね、香りとかもあったりしますね。穀類は、基本まあ、麦芽地由来のね、香りもあったりとか、ビスケット系とかね。まあ、チョコレートとかコーヒーとか、そういうのもありますね。まあ、パンっぽいね、そう、酵母の味だったりとか。まあ、ピート系だともちろん、ヨウ素とかもあれば、豆油とかね、タールとか、そういうのもありますし。まあ、ベーコンとかね。もうほんとデータのピュアなね、香りもありますし。まあでもほんとキャラメルとかね、蜂蜜とかバニラとか、ナッツ系だったりとか。あとスパイスとかはですね、ほんとコリアンダーとかナツメグ、グローブ、シナモン、ゴロコショウ、生姜、アニス。かなりね、いろんな種類の入ってます。もちろんね、この88個だけで構成されてるわけじゃないので、すべてのウイスキーが。例えば、チーズとかね、そう、ヨーグルト系の乳酸系のものとかは入ってなかったりしますし、ここに該当しない香りっていうのもいっぱいあるんですけど、基礎の基礎はね、この88種類の香りっていうのを覚えておけば、結構ね、テイスティングコメントを書くときにすごく役立つかなと思うのでね、まあ、ぜひね、買ってみてください。まあ、一応使い方としてはね、番号でね、管理されてるんで、この番号、例えば、これ1番、ライムなんですけど、もうこれ蓋開けたらね、もうライムの香りがしますんでね。うん。アロマの方が、だからあれかな、ちょっとウイスキーに近いのかもな。その揮発する感じの香りっていうわけなのでね。まあただやっぱりまあ、本物のね、香りの、その本物をね、知っておいた方がまあいっちゃいいんで。まあ本当に興味ある人だけね、買ってみてください。そしてこちらね、Amazon で売ってましたけど、46,000円です。高いよね。46,000円しました。めちゃくちゃ高いですね。まあアロマって高いんですよ。僕ワインのやつ買った時も多分それぐらいでしたもん。昔。まあそんなわけでね、結構ね、高額ではなりますよね。46,000円っていう、かなり高額にはなりますが、まあ一応ね、12種類のやつとかもあるんですけど、12種類じゃね、少なすぎるんで、ほんとはまあ88種類でもこれが一番まあ大きいやつだったんで、まあこれもね、買うのがおすすめです。まあちょっと、金銭的な余裕がないとちょっときつい金額ではありますが、知っておいて損はないことだと思うんでね、まあ4万6000円で知識と経験が手に入るんだったらまあいいかなとは思います。お客さんとかでテイスティングの勉強をしてる方とかにちょっとこういうの足したそうかなと思ってね、買いました。まあそんなわけでね、ウイスキーアロマセットのね、ご紹介でした。はい。というわけで、本日の動画は以上になります。まあこの動画ですね、面白かったとか参考になったとかいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。あと、Twitter と Instagram の方もやってますので、ぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。